みんなお疲れ様。厳しい戦いだったけど、特に大きな怪我はしてないようね。ここでみんなに報告しなければいけないことがあるの。これを見てもらえるかしら。これはどう見てもあいつにそっくりだよね。ウォーロック。そう、これはウォーロック。でもガリアの巣で得たウォーロックの情報をもとに作り出された新しいネオル。本当に出るね。そっくりだよ。このネオロックはカールスラント方面からアマギへ向けて高速接近してきました。ですが早くに察知したサーニャさんとエイラさんたちの活躍でアマギへの深刻な被害は回避されました。すごいすごい、サーニャちゃん、エイラさん。そんなことないよ。当然だ、サーニャには私がついているんだからな。あんなのに負けるわけがないだろ。アマギから逃走したネオロックは次に坂本隊を追撃、戦闘を行っています。坂本少佐、その時の詳しい状況を教えてもらえるかしら。ああ、あのネウロックは私たちの後方から驚くべき速度で追撃してきた。性能は前の時と同じ、ひょっとするとそれ以上かもしれない。その後我々の前から離脱したが、大型地上ネウロイとの交戦中に再度現れた。そして我々の目の前で大型地上ネウロイと合体し、さらに強力な攻撃を仕掛けてきたんだ。あの時は驚いたよね、リーネちゃん。うん、あれはウォーロックが赤城と一緒になった時のような感じでした。我々が地上ネウロイのコアを破壊すると、奴は分離してカールスラント方面へ逃走した。逃走したネウロックは私の方でも追跡していました。どうやらカールスラントにあるネウロイの巣へ撤退したとみて間違いありません。このネウロックが出現した目的がわからないのは気にかかるわね。そもそもネウロイが何を考えてるかどうかもわかんないからな。私たちはこれからどうすればいいんですか。そうね、おそらくもうしばらくはここで待機するように総司令部から言ってくるでしょうね。このネウロックがまた出てきた時にウィッチを使わずに対抗できる術はないでしょうし。ああ、そうだろうな。というわけだみんな、今日はもう新たな動きはないだろう。だが、いつでも緊急発進できるよう準備は怠るなよ。はい。少佐、今、いいかしら。ああ、構わないぞ。どうしたみんな、何か緊急事態でも。いいえ、今のところネウロに新たな動きはないわね。そうか。ねえ、あのネウロックと戦った時あなたは何か感じなかった？どうした、随分引っかかってるみたいだが。ええ、なんだか嫌な胸騒ぎがするのよ。そうだな、どうしてネウロックが我々の後を追うように追撃してきたのか、そしてあの地上型ネウロイとの合体攻撃。あなたたちを追ってきたのはただの偶然かもしれないけれど、ネウロイ同士で合体したことは初めてのケースだわ。以前の戦いで一体のネウロイが分離や分裂を見せたこともあったからな。合体も造作もないことだろう。でも今回は別のタイプ同士の合体だから。ああ、今回のはただの合体目的だけじゃない気がする。今のところはただの憶測でしかないがな。一つだけ分かっていることといえば、奴を倒さない限り私たちストライクウィッチーズの戦いは終わらないってことだ。ええ、その通りね。それじゃあ私は戻るわ。なんだ、もう行くのか。ええ、今回の報告書を急いであげないといけなくて。あなたと話しているとあっという間に時間が過ぎてしまうもの。そうか、そういうことなら仕方ないな。あ、それとミオ、顔色が悪いわよ。
ミーナに隠し事はできないな。もう、笑い事じゃないのよ。うん。あなたのことだもの。無理しないで、とは言わないわ。とにかく今は、十分に休息をとって、回復に努めてください。ああ、わかっているよ。心配かけるな、ミーナ。それじゃあ、おやすみなさい。あ、おやすみ。私の残っている魔力であとどれぐらい空を飛べるのだろうな。羽を休めるにはまだ早い。私はまだ飛ばなければいけない。教えなければいけないことがまだたくさんあるんだ。ミヤフジに私のすべてを、その力を多くの人を守るために。総司令部から入電。ネウロクと思われる機影がカールスラント沿岸を高速で移動中。直ちに現場に急行。このネウロイを撃墜します。あのネウロクとまた戦うことになるんだね。心配しないで、私ヨシカちゃんを守るから。あ、ありがとう。一緒に頑張ろうね、ミーナちゃん。今度は逃がさない。ストライクウィッチーズ出撃します。了解。ヨシカちゃん、あそこを見て。あ、これがカールスラントの町なの。ああ、これがネウロイの残した傷跡だ。だが今は感傷に浸っている時ではない。急いで追うぞ。了解。やっと出てきたか。ミーナ、聞こえるか？ネウロックだ。ええ、私たちも向かいたいけど、こちらも新たなネウロイの大群に襲われていて、すぐに行けそうにないわ。了解した。ならば私たちで撃つ。くれぐれも気をつけて。それじゃあ。よし、我々だけでネウロックを仕留めるぞ。気を引き締めていけ。了解。
逃がしたか。中に逃げた。何のために？坂本さん、今こっちのネウロイを。ああ、そうだな。よし、目前のネウロイに攻撃を集中。喜ぶのはまだ早いぞ。あれを見ろ。な、何あれ。大きい。そうか、やつめ、この空母と合体するために海に飛び込んだのか。あの力、以前戦った赤城の火ではないぞ。あれ、あの空母、前にどっかで見たことある。やっぱりあれは間違いないわ。ネウロイの大軍があの船のもとに続々と集まってきています。ミーナ、こちらも正当でダメージを負っている。このまま追撃するのは危険だろう。そうね、分かったわ。作戦終了。直ちに天城に帰還します。了解。